はい、今ね朝の9時過ぎぐらいですね。9時40分には上に上がって、ワッチ行かないといけないので、ちょっとね朝ごはん食べていきたいなと思います。今ね9時35分ぐらいなんで、まあ、そろそろ上に上がって入っていこうと思います。ですね、今は潮岬の前ら辺ですね。潮岬っていうとまあ和歌山ですね。こちら和歌山県です。和歌山の先っぽですね。今9時5でね、でここは11時ぐらいなんですけど、もうちょっと変身点っていうところで、ここ潮岬ね結構危ないんですよね。漁船はいっぱいこう、まあ、出てきて、まあ、この辺でいっぱい漁してますよね。でこっちから西向けの船がいっぱい行きますね。東京とか名古屋から。でそれがまあ大阪方面に行くのか、こっちで、まあ、九州とか四国とか行くのか、こっちはこっちで大阪とか瀬戸内方面から東向けですねの船が来て、まあ、こう曲がっていったり、こっちが九州とか四国からこう来て、まあ、東京だったり名古屋だったり行くっていう船が多いんですけど、まあ、多分高速なんですよね。まあ、要するにね結構危ないんですよ。意思疎通がうまくいかなかったら、船の位置取りが危なかったら、もう結構バーンって、まあ、近くなっちゃうとかあるんで結構危ないです。あれが潮岬ですね。ベタなぎでございます。はい、これね曲げていきたいと思います。はい、ここ無事抜けてきました。もう今ね12時半ぐらいなんで、もうぼちぼち交代です。今回名古屋向けなんでビヨーンと行って、はい、こちらですね、大王崎抜けていきたいと思います。ワッチ終わってきました。今1時前ぐらいですね。そうですね、今から昼飯作っていきたいと思います。僕の持論好きの料理は創造性だと思ってるんで、まあね、クックパッドとか見ないでいつも作ってます。はい、うまいですよ。卵の甘さと玉ねぎの辛さ、そのハーモニー、うまいです。
きました。いつもだったらね、もう寝てますね、お昼ね。まあ爆睡ですね。洗濯とかをしたりしてます。まあ今ね、デッキが4人いるんで、で、スリワッチで4直線なんですよ。4直線なんで、まあなんか結構休み多くて、まあ楽じゃないですけど、他の船に聞いてもそうだと思うんですけど、やっぱり4直球とかやと1人ワッチっていうのが基本になるんで、だからそのワッチ外の作業とかってあんまりしてないのかと思います。他の船の人に聞いたんですけど、あんまりしてるとこなかったな。やっぱりカリバースだったりアンカーとかで作業するっていうのが結構メインにしたり、やっぱり1人ワッチなんで、まあワッチがメインなんで、ね、作業じゃなくて、なんで1日公開の時はとにかくワッチに備えて休憩っていう感じです。玉ねぎは水につけておくといいと聞いたので、つけておきます。しようかなと思ったんですけど、ツナマヨかタラコかカレーしかないんです。ひき肉入れてるんで、ツナマヨとタラコ変なカレーパスタ、今夜はカレーパスタ。できました。いまいちでしたね。ちょっと今回の料理は失敗ですね。失敗です。帰る時にね、ちょうど調査とワーのタイミングすれ違って、調査が作ってるのを見たんですけど、煮込みハンバーグ作ってて、めっちゃうまそうでした。僕も、まあ、ああいう料理を、ね、できるように頑張っていきたいなと思います。なんか自炊でめっちゃ面倒くさそうやなと思っちゃうんですけど、まあ、やってみると案外そうでもなくて、これ逆に楽しいどこまであるんですね。やっぱりシンプル、その多分料理のスキルとか必要になるじゃないですか。だからね、そこはね、生きる上でいいことなのかなと思います。とりあえず今からはまたワッチなんで、あと、まあ、2時間ちょい、まあ、ゆっくりしてワッチ入ってアンカーに休みって感じです。はい、ということで夜のワッチやっていきたいと思います。もうね、これ電気消したら、はい、めちゃ真っ暗っす。もう何も見えないっすね。まあね、まあぼちぼちアンカーということで、まあ、外に出る準備ですね、していきたいと思います。はい、今の時期はどちゃくそ寒いので、ドカジャンですね。これないと僕はもう無理です。マジで寒い時はこれ上下って感じですね。はい、じゃあちょっと待機してね、アンカー打っていく。
か打ってきました。お疲れ様です。あ、どうも。フライって寝るだけですね。今ね11時過ぎなんで、まあ、4時半に起きなきゃいけないんで早めに寝たいと思います。ありがとうございました。こんな感じが1日の公開ルーティンです。はい、いかがでしょうか。まあ一つの参考例として見ていただけたらと思います。ではね、じゃあねー。